鳥居金佐神社は、埼玉県小玉郡上川町和座二宮にある神社。式内社、武蔵国五宮。旧社格は、官兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。関東平野西園、埼玉県北西部に立つ三竹山山六に鎮座し、社殿後輩のご出産を、新大山として祀る。山を、神体山とするため、社殿には、 本殿は儲けないという古代祭祀の面影を残すことで知られる。また、武州六大明神の一社にも数えられる神社である。境内では、山道脇に立つ多宝塔が国の重要文化財に指定されている。また、御岳山の中原にある鏡岩は国の特別天然記念物に指定されている。社名、金笹は砂鉄を意味する。 金舎が語源であると考えられている。神奈川周辺では刀などの原料となる良好な砂鉄が得られたと考えられており、御嶽山からは鉄が産出したという伝承もある。文献では当社について金砂なと見えるが、金砂がこの金砂に転化したとされ、表記は金砂の地金砂と変遷して、近代以降は金皿とも読むようになったとされる。 上とは別に、砂鉄の最終地である、カンナを意味するとする説もある。祭人は次の見柱。祭人について、新東州では、金さ大明神と記して、本事物を、弥勒菩薩とする。また、風土機構では、祭人を金山彦神として、須佐農村の別名とする別説を挙げる。社殿では、日本穂高が統制の際に、伊勢神宮にて、 おばの大和姫命から授けられた草薙県と、ひきり金のうち、ひきり金を御室さんに、お玉城として納め、天寺大神と須佐農村を祀ったのが創建という。また、元々の社殿は、現社地の南約400メートルの地にある、元森神社であるといい、古くはここから御室さんが要配されたと考えられている。社名、金さなの語源は、 近社にあると考えられているように、最高、製鉄集団によって祀られたのが、当社の実際の創始と見られている。社殿によれば、延暦20年に、坂の上の田村麻呂が東北への遠征前に当社に、戦勝祈願に参詣したという。国史の初見は上岸4年で、小6以上の深海にある、金サ人が、感謝に劣したといい、深海は、同年に、 十五一下に登った。延長五年成立の演劇式新名帳では、武蔵国小玉郡に、金佐那神社名神台と記載され、名神大社に列している。新党州では当社を、五宮金佐那大名神として、武蔵六初大名神の一社に挙げるほか、本事物を、弥六菩薩とする。また、風土ド機構によると、永六十二年名の輪口にはやはり五宮と国名が、 あるという。以上の資料から、当社は武蔵国において五宮に列したと考えられており、武蔵国僧者の大国魂神社でも五宮として、当社の文霊が祀られている。一方で、江戸時代の武漢期では、当社は二宮と記され、地名や神社交渉も二宮としているが、当社を二宮とする中世資料はなく明らかでない。 神奈川線上地には旧合洋水が開作され、その要所には、当社の分社が祀られているが、これらの所在地は武蔵七島の一つ、小玉島の勢力範囲と一致すると言われ、同島からの当社数形の様子が見える。中世には同じく、武蔵七島の一つである、担当の阿保氏から数計を受け、天文三年には、阿保全流から多宝島が寄進された。また、 中世から近世のシャムは別当時の太公不祥事が担ったとされるほか、戦国時代には八方城主、北条氏国は御岳城主、長井正美から保護されたという。江戸時代には江戸幕府から主因三十国が寄進された。明治に入り、明治六年に近代社格制度において豪社権権者に列し、明治十八年に官兵中社に昇格した。 戦後は神社本庁の別表神社に列している。六国史における深海、宝所の記録。表記はいずれも金サナ人。多宝塔境内の主要社殿は、拝殿、注文からなり、注文の背後には一般の神社に見られる本殿がなく、身体遺産とする室さんを直接拝するという形式をとっている。旧官兵社。 国兵舎でこのように本殿を設けない恒例を取るのは、他に、長野県の諏訪大社、奈良県の大宮神社のみである。境内入り口付近に立つ、他方とは、室町時代後期の天文三年の建立。片三軒の武器、諸層方形、上層円形平面の二重塔場である。塔本体の高さは13.8メートルで、僧輪の高さは4メートルになる。 新柱の牧所には、天文参考後8月開日、大旦那、阿保壇上全流として、天文三年に、阿保全流から寄進された旨が記されている。混流時期が明確であり、当地付近を拠点とした阿保市との関連を示す意向になる。この多宝島は、国の重要文化財に指定されている。うたきの鏡は、うたきの鏡はは、御嶽山の中原にある岩。 鏡岩の名は岩肌表面が鏡のように平らであることにちなむ。岩質は赤鉄石栄変岩で岩面の長さは約4メートル、幅は約9メートル、北向きで約30度傾斜している。この鏡岩は約1億年前に八王子構造線が形成された際に断層活動によって生じた滑り面であるとされる。岩面は 赤葛色であるが強い摩擦で磨かれて光沢を帯びており表面には岩のずれた方向に生じる作根が見られる岩面の大きさ断層の方向がわかることから地質学的に貴重とされ国の特別天然記念物に指定されている鏡岩に関する伝承では中世に城の防備において岩が敵の目標となるのを避けるため松明でいぶし 赤葛色にしたとも、高崎城落城の時には、火災の炎が映ったとも言う。また、江戸時代の遊歴雑記には鏡岩に向かえば、鏡のように顔のシワまで映るという記述があるほか、甲子山にも同様の記述が見える。御嶽城は、かつて、御嶽山にあった山城。この城は、南北朝時代に、長い実影が築城し、文明12年に、 安保義兼が再築上したという。以後は、阿保氏が居城としたが、戦国時代に、関東官令、上杉の政に属したために、北条氏康に攻められ落城した。それからは、長井氏が居城としたとされるが、その後の経緯は明らかでない。現在、御嶽山にはその一行が残っている。お森神社。 金沢神社で年間に行われる主な祭事は次の通り。以上のほか、大国魂神社の霊体祭には当社も参加している。金沢神社に関しては、義式和神殿に記述される2.3世紀頃の和人の国の一つ、金沢国の中心地とする説がある。この説の背景として、上川町の俗す小玉軍には、 埼玉県内でも最高級の古墳が残っている、お竹の鏡岩に関するカテゴリー、ありがとうございます。